ショートコートタイプのウェルシュシープドッグウェルシュシープドッグはウェールズ原産の牧羊犬種の一つである。コリー犬種でもあることからウェルシュコリーという別名でもよく知られている。1820年代にウェールズに連れてこられたボーダーコリーをベースとし、それに地元のワーキングコリーを掛け合わせることによって作出された。本種が初めて公の場に出たのは1873年の 牧羊犬競技大会で、ここで好成績を残したため知名度、人気が上昇した。大会後は、多くの農民が、ウェルシュシープドッグを使うようになり、羊を誘導する、牧羊犬としてだけでなく、性格の良さが評価されて、ペットとしても飼われるようになり、さらに普及が進んだ。しかし、1900年代に入ると本種に対する、関心は、薄れ。 無計画な意思交配が多く行われたために、純血の犬がとても少なくなり、絶滅の危機に陥った。幸い愛好家は多く、絶滅を防ぎ純粋繁殖を促進するための犬種クラブが同年代に設立された。このクラブの活動によりウェールズ中に何頭の本種が生存しているのかなどが調査され、その結果44頭の純血犬が発見された。 このうちのおよそ半数は繁殖が可能で、この犬たちをもとに繁殖を継続し、現在まで種として生き残るまでに至っている。現在ウェールズでは人気のある犬種で実用犬としてだけでなく、ペットとしても人気が高い。しかし、ウェールズ国外ではあまり知られておらず、原産国外ではほとんど飼育されていない。引き締まった体を持ち、身体能力は非常に高い。 個体によっては、ボーダーコリーを模様がするほどのズバ抜けた身体能力を持つ者もいるが、通常は、ボーダーコリーと同等の身体能力を備えている。短めだが、先細りのマズルを持ち、耳は立ち耳、または半立ちのみ、オはふさふさとしたタレを。コートは柔らかく長いロングコートのものと、さらりとした短いショートコートの2タイプがある。毛色は、ブラック。 ブラックホワイト、ブラックタン、トライカラー、ブルーマールなどがある。瞳の色は通常ブラウンだが、片方がブラウンで、もう片方が青いバイアイの個体もいる。体高43から51センチメートル、体重18から20キログラムの中型犬で、性格は明るく活発、優しく、有効的である。家族以外の犬や人とも仲良くすることができ。 小さな子供に対しても寛容である。しつけの飲み込みは非常に良く、状況判断力も通用の犬種に比べて高い。運動量はとても多く、かかりやすい病気は運動のしすぎによる関節疾患やコりアイ症候群などがある。なお、他犬種と同様で、マールの毛色の犬同士を掛け合わせると遺伝的な先天性疾患にかかる可能性が非常に高くなるため、 禁止されている。その後輩によって生まれた犬がかかりやすいのは、先天性の難聴、盲目などで、場合によっては、アルビノ犬の誕生にもつながってしまう。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓役性分動信仰者、2007年、ありがとうございます。